の者よ、城に入るのはしばし待たれよ。今から女王ディオーレ様が恵みの歌をお歌いになられるところだ。旅の記念にぜひ聞いていくがよい。あの歌は恵みの歌といってな、この辺りの水という水に聖なる加護を与えてくれるありがたいものなんだよ。女王ディオーレ様は相変わらず氷のような冷たいお顔をしておられる。女王には息子、つまり王子がいてな、二人の仲がうまくいってないという噂があるんだ。この国じゃ女が王位を継ぐのが習わしになっているからな、いろいろあるんだろうさ。おっと、旅の者に言うことじゃなかったな、今のは忘れてくれ。もうすぐ私の時代が来るわ。Thank you.
母上、なぜ禁断の地の存在を僕に教えてくれなかったのですか？必要がない。僕はこの国の王子、国のすべてを知っている必要があります。知れば理解したと考えるか。それが浅はかだというのだ。知ることができなければ浅はかかどうかを判断することもできないでしょう。禁断の地のことを僕に教えてください。必要ないと言った。まあ、落ち着いて。オーディスももう子供ではない。いろいろと考えてるのだよ、ディオーレ。だから、その…君は旅の人のようだな。僕の名はオーディス。このベリナード王国の王子だ。もしや、君は一人前の証を得て旅をしているんじゃないか。やはりそうか。彼女の言うことがまた当たった。この後、城内にある調査団の詰め所まで足を運んでくれないだろうか。場所は城の者に聞けばすぐわかる。よろしく頼む。旅の者よ、よくぞ来た。こちらにおわすのがベリナード王国を治める女王、ディオーレ様だ。ちなみにわしはその旦那だ。メルーコーと呼んでくれ。よろしくな。わらわは恵みの歌を終え疲れておるのだ。旅の者と話すことなどない。引き取るがいい。旅の者よ、そういうわけなのだ。女王と王子の仲がこじれていてな。いやいや、困ったものなのだよ。当の王子は王立調査団に入り浸りで、わしの話を聞こうともせぬし。おお、そうだ。よければ王立調査団のところに行き、王子の話し相手になってやってくれんか。旅の者の話を聞くのも良い勉強だ。そうか。永遠の水について新たに分かったことはなかったか。はい、オーディス王子。お役に立てず申し訳ありません。君が気に病む必要はない。僕の個人的な依頼に応じてくれて感謝しているよ、キンナー調査員。来てくれたか、旅の人。さあ、こちらへ。なるほど。レーンの村の出身なんだな。残念ながら僕は行ったことがないが、良いところだと聞いている。いやいや、あなたはもしやあの時の。いつぞやの知恵の眠る遺跡では大変お世話になりました。ん？二人は知り合いだったのか？説明しましょう。この方には
呪霊島での遺跡調査を手伝っていただいたのです。この方は頼りになる方、王子の力にもなっていただけること間違いなし。そうか、それはありがたい。では王子、別件の調査に戻りますので、私はこれにて失礼いたします。ああ、すまなかった、キンナー調査員。また何かあったら声をかけよう。かしこまりました。君に来てもらったのには理由がある。まずは彼女を紹介しよう。キャスランだ。はじめまして。旅の占い師をしておりますわ。王子様のお役に立てとの占いに従い、この城へ参りましたの。彼女の占いは素晴らしい。すでに二つの事実を言い当てている。一つは君のことだ。白亜の城に一人前の証を持つ旅人現る。王子はその者と共に目的を果たさん。王子様の見立てに間違いないでしょう。この方は大きな力となってくれると私も思いますわ。キャスランはもう一つの占いで禁断の地として隠されていた永遠の地下迷宮の存在を教えてくれた。そしてその永遠の地下迷宮には驚くべきものが隠されていたんだ。口で説明するよりも君にもその目で見てもらいたい。永遠の地下迷宮まで来てくれないか。永遠の地下迷宮はこのベリナード城を北に行った場所にあるんだ。詳しいことは調査員に聞くといい。それでは僕はキャスランと共に先に永遠の地下迷宮へと向かっている。必ず来てくれ。朝飯前だ。
い上がれ百戦錬磨斬り。相手にもならねえな。ずいぶんやる気みたいね。Thank you.
ついてこ、うおバッチリね。早かったな。この扉の鍵は僕が持っている。この鍵を見つけたのもキャスランの占いのおかげなんだ。よし、入ってくる。見てほしい、この女性を。彼女は死んでいるわけじゃない。この水は永遠の水というものだ。調査の結果、中に入ったものの時の流れを止めてしまう力があると分かった。つまり、彼女は囚われているんだ。生きたまま、この水の柱の中に。この女性の存在を隠すために、ここは禁断の地とされたのでしょう。私の占いによれば、この女性は高貴な血を持つお方と出ています。おそらくはベリナード王家の。きっと何かの事件に巻き込まれ、このような目に。おいたわしや。その占いを聞いて城の中を調べさせたら、いつ書かれたのかもわからない古い書物が見つかった。そこには一人の王女が行方知れずになったと書かれていたよ。とても偶然とは思えない。彼女は我が王家の一族なんだ。だから僕は彼女を助けようと思う。だが、この永遠の水を何とかしない限り、
彼女に近づくことすらできないんだ。占いが示した君がここに来れば何かが起こるかもしれないと思ったが、残念ながら何も起こらないようだな。諦めてはいけません、王子様。今こそ新たな占いをしてみましょう。そうだな、今はどんなことでも手がかりが欲しい。やってみてくれるか、キャスラン。では早速。出ましたわ。王家の者の歌う刹那の歌が眠った時を目覚めさせるだろう。王家の者、刹那の歌。刹那の歌とは何だ。恵みの歌と同じようなものなのか。歌のことなら母上が何かを知っているかもしれないな。僕は母上のところに行ってくる。刹那の歌のことを聞き出してこよう。手にとって不足はねえぜ。手加減はしないわ。食らいなさい。いい修行になったわ。
母上、刹那の歌のことを教えてください。なぜお前が刹那の歌の存在を知っている？やはり母上も禁断の地に囚われた女性が刹那の歌で救えることを知っているのですね。刹那の歌は我が王家に伝わる歌、千年の間歌うことを禁じられた歌だ。王家の者としてわらわはその禁を破るわけにはいかぬ。あの女性も我が王家に連なる者なのでしょう。彼女は永遠の水の中で今も生きています。このまま見殺しにするおつもりですか？確かにあの娘は王家の血を引く者だが、永遠の水から解き放つことはまかりならぬ。二人とも、そんな怖い顔はやめて、もっと朗らかに行こうじゃないか。なあ、オーディス、お前ももう大人なんだ。少しは分をわきまえるということを覚え。あなたが甘やかすから、オーディスが調子に乗るのです。うん。おお、一軒の者が来ておるようですな。待たせてはいけません。一軒はせぬ。引き取らせよ。毎回すまんな、旅の者よ。謁見はまた後日ということで。それよりもだ、そなたは王子に力を貸しているのだろう。王子ならまた調査団の詰め所にこもっているだろう。様子を見てやってはくれないか。君も聞いていたと思うが、母上は刹那の歌のことを教えてくれなかった。もう母上には頼らない。僕が刹那の歌を歌って彼女を救ってみせる。そのために何としても刹那の歌の在りかを見つけ出さなければ。一つお聞きしたいのですが、刹那の歌のことを知っている者は女王様しかおられないのでしょうか？もしかしたらここの調査員の方たちも何かご存知なのではないかと。そうか、彼らにも聞いてみるべきだな。エリーゴ調査員、ちょっと来てくれ。ご用でありますか、王子殿。小生は今資料の整理に余念がないのでありますが。君は調査員の中でも古株だ。誰よりも多くのことを知っている。刹那の歌という歌について君が知っていることはないか？小生は存じません。お役に立てず申し訳ないであります。もし母上に口止めされているのなら、そんなことは気にしないでいい。知っていることを教えてくれ。小生は何も存じません。君に迷惑はかけないと誓う。だから教えてくれないか？了解であります。遥か北東の地、ブーナー熱帯雨林の南にシーカの遺跡という遺跡があるのであります。
王家の方は王位を継ぐとそこへ向かい歌を継承なさると聞いたであります。おそらくは刹那の歌もそこに。よくぞ教えてくれた、エリーゴ調査員。ブーナー熱帯雨林、シーカの遺跡だな。行くつもりでありますか、王子殿。ブーナー熱帯雨林は魔物の徘徊する危険な土地なのであります。そうか、そういうことか。キャスランの占いに君の協力が必要と出たのはこのためか。君の望みはこの国のキーエンブレムだろう。ならばそれを君に送ることを約束する。だから改めて頼みたい。僕たちと共にブーナー熱帯雨林へ足を運び、魔物から守ってくれないか。おお、ありがとう。よし、すぐに出発しよう。ブーナー熱帯雨林はこの城の北東、かなり歩いたところにあったはずだ。Thank you.